谷村新司は今年1月末に出版した自著谷村新司の不思議すぎる話で驚くべきエピソードを披露している。なんと谷村はスバルはプレアデス星団からのメッセージをキャッチして書いた詩だというのだ。プレアデス星団というのは和名でスバル、中国では某と呼ばれる大牛座の三階星団のことである。この星たちと谷村が対話できるようになった驚くべき事件をまずは紹介しよう。名曲「スバル」が誕生したのは1980年、作詞作曲ともに谷村が手がけているが、プレアデス星団とのファーストコンタクトは引っ越しの最中だった。突然降りてきた言葉は「さらばスバルよ」という一文だった。本人さえ「ん?さらばスバルよって何?」と意味も分からず歌詞を書き留めたというのだ。そして時を経て久々にスバルについて考えたくなったという谷村はパソコンでプレアデス星団を検索。そこで目を留めたのはプレアデスからのメッセージという一風変わったサイトだった。じっくり読もうと翌朝再度そのサイトにアクセスしてみるものの、なんとすでにサーバーから削除されていた。この出来事を谷村はスバルについてもっと勉強しなさいよという暗示だったと解釈するのである。それから2年後、中国でのライブツアー中の宿泊先でついにプレアデス星団から直接的な接触が。その時の様子を谷村は次のように綴っている。日本語でこれからダイレクトですよと言われたのです。とダイレクト、普通ならわけがわからなくなりそうなものだが、谷村はいよいよ来るものが来たと歓喜。かくしてプレアデス星団との対話は始まったのだ。何でも谷村によればプレアデス星団からの問いかけというのは性別や国籍を超えたフラットなトーンであるらしく、谷村の頭の中で鳴り響くため周囲の人間には聞き取れないという。ああ、ぜひ聞いてみたいのに残念である。と以上原文のまま。谷村新司さんの書かれた本によれば、あの名曲「スバル」はプレアデス星人、つまりスバルからやってきたエイリアンによって指導され、作詞作曲されたというのです。もう一度繰り返します。ここが重要です。あの名曲「スバル」は谷村新司さんの書かれた本によれば、プレアデス星人、つまりスバルからやってきたエイリアンによって指導され、作詞作曲されたというのです。そしてそのスバルは日本古来の固有音階であるヨナ抜き音階によって作曲されていました。またの名を電波地逆六方という戦法です。つまりドレミファソラシの7音から4番目と7番目の音を抜くからヨナ抜き音階と言います。そのヨナ抜き音階は日本古来の固有の古典音階ということになります。ここが第2番目のポイントです。日本固有の音階です。ヨナ抜き音階のことを知っていただくために、次の動画をどうかご覧になってください。
Japanese archaeologists claim that Japanese ancient music was first imported into Japan from China. However, artificially, it differs from the music of the corresponding Chinese form, Yayue, which is a term reserved for ceremonial music. One of them, they claim, is Gagaku, classical music at Imperial Court in Kyoto.日本の考古学の先生たちはこう主張しています。日本の古代の音楽はアジア大陸の諸国からもたらされたものであると。例えば、雅楽についてもアジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞に上代以前から伝わる音楽や舞が融合し日本化した芸術であると。そして10世紀中頃までに大まかな形態が成立し、今日まで伝承されていると。つまり、この日本には何もなかったという先入観がその前提になっているようです。が、本当にそうでしょうか？あとは何でもかんでも、トライ、トライ、トライ文化と。こうした発想そのものが私はおかしいと言っているのです。現に今、この世界で1900年前の音楽を今に伝えているのはこの日本を置いて他にないのです。この日本を置いて他にないのです。肝心の中国にもアジアにもないのです。琉球音楽が日本へやってきたと主張する人もいますが、沖縄音階と日本の古代音階であるヨナ抜き音階とは明らかに違います。日本のヨナ抜き音階は世界でも類のない音階なのです。しかもそのヨナ抜き音階は現在私たちが知っている西洋音階の基本となった可能性があるのです。4番目と7番目の音、つまりファとシを抜いてヨナ抜きになったのではなく、実はその逆。私はあくまでも今の段階では仮説ですが、ドレミソラの5音に、つまりヨナ抜き音階と言われているものの5の5音に、その後半音階のファとシを加えて現在の西洋音階の7音になったのではないかと。もっとも今のところそれ以上の証拠はありませんが、私林博士はそのように考えています。博士林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。雅楽です。雅楽そのものはですね、卑弥呼の時代にあったとはこれは断言できませんけれども、その基本となったいわゆる日本音階、ヨナ抜き音階ですね、別名天八逆六法とも言いますけど、それはあったと考えられます。1900年の歴史があったと考えられています。まあ卑弥呼の時代にすでにあったということですね。でその後ですね、大陸あるいは朝鮮半島から東楽あるいは古満楽が日本へ入ってきて日本の古来の音楽と融合したってことは、これはあり得ると思います。現代の日本でもまあそういうことが日常的に起きてますよね。で古代のまあ日本のですね、まあ音楽について考えてみたいと思います。で日本があります。そしてまあここにですね、国ぶりの歌舞というまあ日本の古典音楽があったわけです。そこへ、大陸から東楽あるいは朝鮮半島から古満楽というのが渡ってきたということになるわけです。で日本音階というのがもともとはあったということですね。そしてそういう流れの中から日本独自の楽器も生まれていったということになります。
では、ヨナ抜き音階について説明します。まあ、簡単に言えばですね、4番目の音と7番目の音が抜けているから、ヨナ抜き音階と言います。で、日本固有の音階、すなわち語音音階が生まれたというわけです。で、4番目のファと7番目のシがない。で、ドレミソーラとなるわけです。で、まあ、日本のヨナ抜き音階が生まれた。このヨナ抜きという言い方がそもそもおかしいわけですよね。まあ、もともとは、いわゆるまあ、7音からなる音階があって、それから2音抜いたというふうに考えられているわけです。で、破音階のファとシを抜いたと。で、ヨナ抜きとなったというわけですね。それが日本の、まあ、固有のですね、日本特有の、いわゆる、まあ、古典音楽の基本の、基本的な音階となったというわけです。ですから、ドレミソラドと、そのように、まあ、なったというわけですね。ですから、4番目と7番目が抜けたので、ヨナ抜き音階と言います。で、他の音階と比べてみます。まあ、ヨナ抜き音階がですね、琉球音階とも言われてますけども、沖縄音階とも違うということです。で、そのヨナ抜き音階で作られている代表的な曲が、木曽節です。どうかお聴きください。で、結論ということになります。日本には、日本特有の、日本古来の1900年の歴史を持つ、ヨナ抜き音階というのがありました。別名、電波地逆六法という音階があったわけですね。そしてそれが現在の今に伝わっているということになります。言い換えますとですね、ヨナ抜きという言い方ではなくて、ファとシの音を抜いたからヨナ抜きというのではなくて、もともと語音であった。まあ、音階にですね、ファとシを足して7音になったとも考えられなくもないわけです。そしてそれが現在、西洋音楽の基本となったと考えられなくもない
ということになります。というのもですね、まあ多分日本音階の基本はですね、あるとしたら残っているのはエジプト音階ということになりますけども、エジプトには今何も残っていません。ですからまあ、現在のところですね、日本音階が一番古くて世界の音階の基本になっているということですね。ですから、ヨナ抜き音階ではなくて、むしろ西洋音階の方がですね、日本足し音階ということになるのではないでしょうか。というのが、まあ私の今のところの仮説ということになります。まあこれから先ね、それについてはもっと詳しく調べてみたいと思いますが、そのヒントを握っているのが、言うまでもなく、ピタゴラス音階です。それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。つまり、音楽の世界においても、日本は世界をリードしていたということになります。Bye for now. さて、ここで重要な回り道をします。今しばらく我慢してください。星座です。オリオン座です。この右のプロメテウスの像は、オリオン座を模して作られたものと私、林浩司は判断しています。つまり、オリオン座の形に似せてプロメテウスの像ができたということになります。つまり、オリオン座イコールプロメテウスと私、林浩司は考えています。が、ここが今日のポイントではありません。そのオリオン座の右上にタウルス、つまり、お牛座が位置しています。そのお牛座の一角にスバルがあります。ちょっと反転しました。右下がスバルです。プレアデス、星団です。このお牛座を模してミトラ像ができました。いわゆるポーズが同じということですね。で、その右下にスバルが位置するということです。プレアデス、星団が位置します。そして同じポーズの絵がサンタアポリナーレ、ヌーボーの教会の壁画として描かれています。共にフリーギア帽をかぶっている点に注意してください。こうして三者がつながりました。で、ここでの重要なポイントは、オリオン座とお牛座は全体として一体化しているということです。そして左下にあるのが天空で一番明るい星、シリウスです。中央にあるのがオリオン座、そしてアルデバランです。お牛座の中で最も明るい星です。そしてその上にプレアデス、すなわちスバルが位置します。ここでプレアデスとシリウスがつながります。ここでプレアデスとシリウスがつながります。そしてそのシリウスはアフリカのドゴン族へとつながっていきます。繰り返します。シリウスはアフリカのドゴン族へとつながっていきます。そのアフリカのブラックミュージックといえばペンタトニック音階です。日本のヨナ抜き音階と同じペンタトニック音階です。つまりこうして日本のヨナ抜き音階は谷村新司のスバルを通してアフリカのブラックミュージック、つまりペンタトニック音階とつながります。そのドゴン族はシリウスとつながり、さらにスバルとつながっていきます。そのスバルは谷村新司の作曲したスバルはヨナ抜き音階でできていたのです。そのスバルは谷村新司がスバルからやってきたエイリアンの啓示によってできた曲であると谷村新司自身が告白しています。こうして世界の音楽が、つまり神々の世界が一つに音楽を通してつながりました。Thank you.
A pentatonic scale is a musical scale or mode with five notes per octave in contrast to a heptatonic or seven note scale such as the major scale and minor scale. Pentatonic scales are very common and are found all over the world. ペンタトニック音階というのは、7音階とは違い、5つの音階からなる音階を言います。5音階は世界中で広く使われています。わかりやすく言えば、7音階から2音階抜いた音階ということになりますが、抜け方にはいろいろあります。で、その一つ、つまり4番目のファと7番目のシを抜いたのが、日本のヨナ抜き音階ということになります。それについての動画は、この後につなげておきますが、そのヨナ抜き音階と同じ音階が、黒人音楽のブルースでもその基礎となっているというのです。広し林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。7つの音からなる7音階に対して、5つの音からなる音階を、ペンタトニックスケール、あるいはペンタトニック音階と言います。音の抜き方はいろいろあります。この日本にも何種類かあります。琉球音階もその中の一つです。そのペンタトニックスケールに対して、ジャジャマ一平さんからこのようなメールが届きました。アメリカのジャズのブルースにはですね、日本の古来の音階と同じヨナ抜き音階が使われているというのです。そのブルースというのはですね、アメリカでできた、まあ、ジャンルですけども、元は黒人霊歌なんですね。で、さらにその黒人霊歌のルーツは何かと言いますと、アフリカ大陸のブラックミュージックということになります。となりますと、ブラックミュージックとですね、日本の古来のヨナ抜き音階と何かの関連性があるのではないかということになりますけども、これ以上のことはここでは調べられませんでした。まあ、4番目の音と7番目の音ですね、ファとシを抜いたからヨナ抜き音階と言います。詳しくは続くビデオの中で説明いたします。で、それと同じものが、どうやらアフリカ大陸でも使われていたということになるわけです。ひょっとしたら、エジプト音階と一致するかもしれません。何しろ、音の世界の話ですから、物的証拠は残っていません。で、結論ということになりますが、結論はペンディングということにさせてください。ただ、事実としてはですね、日本古来の特有のヨナ抜き音階という同じ音階がですね、どうやらアフリカ大陸でも使われていた可能性があるということになります。関係性があるのかないのか、関係性があるということを指摘するためにはですね、まださらに2つ3つのハードルを超えなければなりません。というのが、以前作りました動画の結論ということになりますが、しかしその間を埋めてくれたのが谷村新司さんのスバルでした。もう一度このチャートを見てください。現在世界でヨナ抜き音階が残っているのは日本とアフリカだけです。日本とアフリカだけです。そしてアフリカのドゴン族はシリウスと深い関係にあります。それについての動画はこの後につなげておきます。ドゴン族は彼らの指導者はシリウスから来たと説いています。こうしてアフリカとシリウスがつながります。そのシリウスと、まあ、隣合わせにあるのがプレアデス、つまりスバルということになります。シリウス、そしてその上がオリオン座、そしてその上がおうし座ということになります。こうしてドゴンとシリウス、シリウスとプレアデス、つまりスバルとがつながります。現在ヨナ抜き音階が残っているのは、繰り返しますが、日本とアフリカだけということになります。そのスバルからやってきたエイリアンに掲示されて、日本の谷村新司さんがスバルを作曲します。
そのスバルはまさしくヨナ抜き音階であったわけです。スバルはヨナ抜き音階であったわけです。こうしてプレアデス、つまりスバルと谷村新司さんが作詞作曲したと言われているスバルがつながりました。つまり日本のヨナ抜き音階とアフリカのペンタトニック音階を谷村新司さんのスバルがつないでくれたということになります。繰り返します。日本のヨナ抜き音階とアフリカのペンタトニック音階を谷村新司さんのスバルがつないでくれたということになります。共に皆ヨナ抜き音階ということになります。つまりこれが結論ということになります。もう一度繰り返します。日本のヨナ抜き音階とアフリカのペンタトニック音階は同じですが、その間には大きな距離がありました。がしかし谷村新司さんがプレアデス、つまりスバルからやってきたエイリアンの啓示を受けて、あの名曲スバルを作詞作曲しました。そのスバルはヨナ抜き音階でできていました。そして星座のスバル、つまりプレアデスはおうし座にあります。おうし座はミトラ、つまりアポロをかたどっています。そのおうし座の最も明るい星がアルデバランです。アルデバランとオリオンとシリウスは一直線につながっています。オリオンはプロメテウスをかたどっています。こうして神々の世界は音楽の世界となって天空でつながっています。こうして日本のヨナ抜き音階とアフリカのペンタトニック音階はつながりました。細い細い糸ですけども、世界の神々そして音楽が一つにつながりました。もう一度、名曲スバルはヨナ抜き音階で作曲されていることをどうかご確認ください。
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by Ancient Kedcom website. Ancient Kedcom website starts its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and is translated as a glowing star or bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system, according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dagon tribe in Africa. According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali, on mathematics and astronomy established in Mali Empire, that is to say, the Dagon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient Kedcom write like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシルスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は、紛れもなく、知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、掘り込まれているエイリアン。まあ、博物館の方では、怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと、大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、まあ、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだ
ものだと考えています。実にまあ精緻と言いますか、奇妙なブローチ。まあ、大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ大の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で、まあ、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが二人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロールキー、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると。私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。まあそれはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、まあ掘り込まれている、まあここにですね、説明ありますけども、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのはアニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO のナイフだというのはこじつけなのか。それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターともありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。まあ、その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、ドゴンの、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ、大変というかよく似ていると。まあ、似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか。長い頭、低い頭、そして、奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で、検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピティ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンプツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで、今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Mr. Hompaul Hellyer, the former Prime Minister of Defense and Force of Canada, claims as follows. We have investigated for 3 years and we decided that, absolutely certainly, 4 kinds of species of aliens at least are visiting this planet for thousands of years in the past.Here in this video, I re-examine these facts I have collected. Who are they? And where did they come from? Here is my answer. カナダの前国防大臣のホン・ポール・ヘリア氏は次のように述べています。私たちは3年の調査の結果、少なくとも4種類のエイリアンがこの何千年もの間、地球を確実に訪れていると判断しました、と。今日はこの動画の中でそうした事実を私が集めた資料をもとに再検証してみます。彼らは誰なのか、どこから来たのか、これが私の答えです。広島市浜松市ジャパン。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is a sort of a interview program of Hon Paul Hellyer, the former Prime Minister of Defense and Force in Canada, of Canada. And he said, alien life forms present among us. This is a story about it with my translation. Thank you very much.It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961,There were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. They decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that...With absolute certainty that four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. They decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that, with absolute certainty, that four different species, at least
had been visiting this planet for thousands of years. では画面を見ながら説明します。まず、アヌナキです。ゼカリア・シッチンの解読したタブレットによればですね、アヌナキはラム族とサーペント族に分かれます。ラム族というのはレプタリアン族のことを言います。そしてサーペント族というのは言うまでもなく、竜族ということになります。次にアフリカのドゴン族に残る横長長頭人間です。横に頭が長いので、林色氏は横長長頭人間といって区別しています。そしてその流れはスタンカーメン王家族に伝わり、この像はネフェルティティもしくはメディタテンの像と言われています。そして頭が縦に長いパラカス系のですね、縦長長頭人間です。頭が縦に長いところに注意してください。そして大変興味深いことに、ダヴィンチがこんな絵を描き残しています。これは縦長長頭人間の絵と林氏を判断しています。そしてトールワイトですね。金髪で目が青くて背が高いトールワイトです。今から8000年ほど前に地球をやってきたと林博士は考えています。そしてその流れがギリシャ彫刻へと流れていると林博士は考えています。そしてもう一人、スーパーエイリアンがいます。このスーパーエイリアンはですね、滅多に地球へ降りてこなかったものと考えて、林博士は考えています。そしてこの像がですね、長野県の糸尻の考古館に展示されています。スーパーエイリアンです。まあ、4たす1のエイリアンを林博士は考えているわけです。そして、ニビル、シリウス、火星、そしてアクトゥールスですね。そして、からやってきたと、林博士は判断しています。一番右の方はわかりません。スーパーエイリアンはどこから来たのかわかりません。しかし、こうした像が残っているということですね。そして、その流れはですね、と言いますか、日本から走っているというふうに林博士は考えています。まあ、こうした、まあ、4たす1のエイリアンが、地球に、まあ、やってきているってことになりますね。続く動画をどうかご覧になってください。エイリアンの謎に迫ってみたいと思います。Bye for now! Igigi was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology. Though sometimes synonymous with the term Anunnaki, in one myth the Igigi were the younger gods who were servants of Anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. Who were they? Where were they from? Igigi は神話の中では時にアヌンナキと同意語で使われているが、イギギというのは反乱を起こし人間が創造されるまでアヌンナキの定位の神であった。イギギというのは誰なのか、どこから来たのか。広島市浜松セティジャパン。ゼカリア・シッチンはですね、イギギは火星から来た人たちであったというふうに、まあ、半ば常識的に考えていたようです。で、彼が書いた本の1ページにですね、こんな挿絵が載っていました。で、まあ、この中央に、やや右寄りにいる人に注意していただきたいんですけども、火星を6番目の惑星として考えていた。ということで、まあ、シチンは、惑星の順番を捉えていたわけですけどもね。まあ、外側から数えますと、火星は6番目、地球は7番目、金星は8番目となります。でもその説明する挿絵の中に大変気になる、まあ、絵がありましたので、まあ、皆さんに見ていただきますけども、この絵の中で、まあ、いわゆる星の、まあ、王座に座っている人がいると、それでプラス十字が書かれているということなんですね。まあ、これをどう解釈するかですも、けども、まあ、それを順に今日は考えてみたいと思います。で、これがその挿絵なんですね。で、真ん中に頭の長い人がいて、両側に人が二人立ってますよね。そして手をかざしています。で、まあ、右から月、太陽、まあ、火星となるわけですね。6本の光線が出ています。6番目の星、すなわち、惑星すなわち、火星ということになります。で、まずこの手の解釈からいきますけど、一番右にいるのはこれ人間ですね。
で、左にいる人もなんとなく頭が長い感じがします。まあ、ともかく一番右にいるのは人間だということになります。で、エジプトの壁画ですね、壁画にですね、同じようなものが残ってるんですね。まあ、手を見ていただきたいんですけども、これがですね、古代、まあ、エジプトの挨拶なのか、あるいは、まあ、挨拶ですよね。まあ、こういう形で挨拶をしていたということになるわけです。で、この下の絵は大変興味深いんですけども、中央にいるのが、まあ、エイリアンと思われて、まあ、見ていいわけですね。で、もう一つその、先ほどの写真に戻りますけども、まあ、両側、一番右にいる人間がですね、特に人間がですね、両手を差し出して挨拶をしていると、まあ、そういうふうに理解するわけですね。それで、月であり、太陽であり、火星であると。まあ、このように、まあ、シチンは、解釈しているわけですけども、この中央の人は誰かということになるわけです。で、もう一つ、まあ、繰り返しますと、ここが重要なんですね。なぜここでですね、人間がこの中央にいる人に挨拶をしているかといえば、まあ、中央にいる人の方が上位だったということを示すわけです。で、まあ、こういう形で人間がですね、まあ、エジプトの壁画では、まあ、上位にいると思われる人にこのような形で挨拶をしている。まあ、上位の人もね、同じように挨拶しているように、壁画もありますけども、まあ、そういうことなんですね。まあ、下の人が上の人に挨拶をするということです。で、この人について調べてみますけども、頭が長いということでですね、少し前この動画を作って、これはコーンヘッドであると、という、まあ、結論を出したんですけども、一つ言い忘れましたので、もうここで補足しておきたいなと思うのはですね、まあ、いわゆる顎に当たる部分がですね、頬骨ですかね、それが両側に突出しているということですね。で、これはいわゆるまあ、パラカスを中心として世界中で見つかっているコーンヘッドの頭蓋骨の特徴と一致しているわけです。もう一度皆さん、まあ、今日はですね、まあ、火星人についての、いわゆるもっと言いますとコーンヘッドについての結論を出しておきたいというふうに今日は考えましたので、この動画、もう一回編集して、し直してみました。で、この頬骨って言いますかね、これが、まあ人間も出てますけどもね、まあ人間よりも高く出ていて、それ眼眶がですね、目の穴がですね、大きいですね。そしてその目の穴がですね、まあほとんど側面部まで届いているということです。人間はここまで眼眶大きくないですね。右がこれ人間ですけども、比べてみてください。まあ、目が大きいと言いますか、眼眶が大きいということですね。そして、頭は長頭である。まあ、知的生物の、まあ、進化系ということになるわけです。ということで、まあ、この、なんて言いますか、生き生きというのは、火星から来た人、イコール、コーンヘッドであったということになります。まあ、これがですね、今日の結論ということになります。どうか続くビデオ、もう一度ご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a man from Mars. It's proof and evidence. 超等人間。彼らは火星から来ていた。その証拠と証明。超等人間。別名コーンヘッド、あるいはエロンゲイトスカルとも言われています。まず皆さんに知っておいていただきたいことは、火星というのは第6番目の惑星だということです。エイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました。一番外側が冥王星ですね。そして続いて海王星、天王星、土星、木星と続いて6番目に火星がやってきます。ですから第6番目の惑星というのは火星ということになります。ついでながら、金星は第8番目の惑星ということになります。では、超等人間の話に戻ります。全世界でこうした超等頭蓋骨が数百個以上見つかっています。頭を縛ってこのようになったという説はもう通用しませんね。で、これら超等人間は、どこから来たか。私は、数々の状況証拠を重ね、火星から来たという風に結論付けていました。が、あくまでも状況証拠です。が、今日、物的証拠が出ましたので、皆さんに報告します。ゼカリア・シッチンの書いた本の中に、その図がありました。
おそらくゼカリア湿沈も気がついていなかったものと思われます。これらの本は友人から送っていただいたものです。その中の一冊にその絵がありました。これがその本です。人類を創生した宇宙人。このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。この絵は何かと言いますと、第6番目の惑星として火星が描かれているというのです。左がそうですね。いわゆる6方向の光線の描いた星が書いてあります。それについて、ゼカリア湿沈は次のように説明しています。6番目の惑星として火星を描写している。ここが重要なんですね。そのシンボル、いわゆる火星のシンボルとして、6つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると。そしてここに太陽月、そしてよくそれを横切る惑星などが描かれていると。で、プラスというのは、十字形は、いわゆる第12惑星のシンボルだというのです。それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうか？それは最後に皆さんに話します。ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない、長いですね。そして、ここにいる人は、6番目の惑星から来たということになります。つまり、火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっている、いわゆる超等人間の頭蓋骨を皆さんに見ていただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そして、この超等人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ、両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか？こうした調査ではですね、一見無駄な調査でも、後々役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。そこで、私は、この手話に見覚えがありました。そうなんです。エジプトの壁画なんです。手を見てください。同じように両手をかざして相手に向けてますね。つまり挨拶をしているのです。挨拶をしているんですよ。で、言いました。Hi, nice to meet you. お会いできて嬉しいですわ。ってね、そのように話しています。ということは、この左の上立っている図の火星人の両側に立っているのは、人間もしくはそれに類する神々だったと思われます。そして、中央の火星人に挨拶をしています。これが物的証拠ですね。これで、この超等人間は火星から来たということが裏付けられました。私が今まで状況証拠として挙げてきた説が、これで物的証拠とともに裏付けられたことになります。超等人間は火星から来ていました。ビンゴですね。この頭の長い、特に縦長超等人間は火星から来た、いわゆる、生き残り組ですね。そして地球残留組ということになります。ということで、火星から来た人の動画を終わります。バイ。Charles Hall wrote his book about salient characteristics of the tall white ETs as follows. These beings are as tall, ranging upward of 6 to 7 feet in height, and quite thin and frail. The skin color is chalk white. They are physically different from us in several noticeable ways, yet the most important physical aspect is thatThey are humanoid, a fact that is filled with significance. Their lifespan is about 10 times ours. They do not age as we do, but after around 400 Earth years' time, they undergo a second stage of growth, eventually reaching around 9 feet in height.
Who are they? Where are they from? エリア51でトール・ワイトの世話係をしていたチャールズ・ホールは、トール・ワイトの特徴について次のように書いています。ノッポの白人は身長が6から7フィート、つまり180から210センチの範囲にあり、大変痩せていて、ひ弱な感じであると。また、皮膚の色はチョークのように白く、ノッポの白人はいくつかの点で私たち人間とは肉体的に異なっている。が最も重要なことは、ノッポの白人はヒューマノイドであるということ。その事実に最も大きな意味がある。彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のように歳を取らない。が、約400年を過ぎたところで、ノッポの白人は第二の成長段階に入る。結果として身長は9フィート、つまり2メートル80センチ前後になると。彼らは誰なのか、どこから来たのか。広島市、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。トール・ワイトの故郷はどこか、星はどこか。私は3つの場所を考えています。1つは、お牛座。あの、プレアデス星雲はこのお牛座にあります。そして、2番目が、牛飼い座のアークトゥルス。そして、3番目が、シリウスということになります。まあ、この3つについて順に検証しています。まず、お牛座です。お牛座の中にあのプレアデス星雲があります。で、中心が今、ベテルギウスですね。オリオン座の向かって左の上ということになります。で、今赤いのを星をつけたのが、これがベテルギウスです。そして、このベテルギウスの下に、下って言いますか、中心にしてですね、ここに、オリオン座があります。そして、向かって右側の方に、これがですね、アルデバランです。大牛座の中で最も多く輝いている星ですね。ここに、大牛座があります。この大牛座の一番上の右にあるのが、これがプレアデス星雲です。そして、このオリオン座の左の方にあるのが、これがシリウスです。こういう位置関係にあります。で、まあ、ちょうどですね、オリオン座を挟んで、向かって左の方にシリウス、そして右の方にアルデバラン。まあ、4番目に明るい星と言われています。シリウス、そしてオリオン。そして、オウシ座ですね。で、プレアデス星雲は一番向かって右の端に今あります。で、もう一つ、まあ、牛飼い座のアークトゥルスについては後で説明します。まず、オウシ座です。タウルス。The Bull ですね。で、なぜ大牛座かって言うんですけど、これ3人のマギなんですね。ミトラが誕生の時に、ミトラの誕生を祝して、母アナヒーターと、そのミトラの元へ駆けつけたのはこの3人のマギです。で、これがですね、一つの、謎を解く鍵になったわけですけども、なぜこのような不自然な姿勢をしているかってことなんですね。これは大牛座の、星座の形を、かたどって、このような絵ができたということになります。で、比べてみますと、それがよくわかるんですね。で、一番左にのはダリウスですけども、ダリウスの、左足の先が、プレアデス星雲ということになります。右が、大牛座の、星座の形ですね。この星座の形を使って、今、左の、マギのね、ダリウスを描いたということになります。中央にいるのが、ストダナ・ガウタマです。ブッダのお父さんです。で、ミトラについてもちょっと説明しておきたいと思います。で、これは今3人のマギがミトラの誕生に、12月25日の当時の日にですね、生まれたということになるわけですけど、このミトラのところに、この3人のマギがやってきて祝福します。で、帽子、それから、襟巻きですね、そしてから、タウキッシュケープ、これですね、いわゆるトルコのケープを身にまとっているところに注意してください。すなわち、これらは、同じと見るわけですね。姿勢も同じっていうことになります。ですから、ミトラは、基本的には、牛にまたがってますけども、お牛にまたがってますけども、お牛座をかたどって、このような像ができたと考えられます。で、このミトラとですね、もう一度、お牛座と比べていただきたいんですけども、姿勢が同じだということですね。すなわち、お牛座。
というのはここで浮かび上がってくるわけです。で、おうし座とミトラ、関係があるのかないのか、ということになるわけですけどもね。で、この三者は同じと私は判断しました。なあち、おうし座をかたどってミトラの像が作られ、そしてそのミトラの像をもとに三人のマギの、まあ、の絵が描かれたということです。で、オリオンについて考えてみたいと思います。これがオリオン座ですね。で、左上にあるのがベテルギウスです。それでですね、このオリオンもギリシャ彫刻で表現されているのかなと思っていろいろ調べてみました。な同じような、まあ、見方によってはみんな同じような姿勢に見えますし、見方によってはそうでなくも見えるわけですね。で、まあ、調べてみたんですけども、どうなんでしょうか。似てるでしょうか似てないでしょうかってことなんですけど、厳しいですね。で、私はですね、似てるとするならば、プロメテウスだと思います。というのは、プロメテウスはね、人間創造の英雄ってことになってますからね。で、確かにこう、形をこう、線を合わせてみると、似てるかなーっていうレベルですよね。しかしまあ、どこかこじつけっぽいっていう感じもしないでもないんです。ですからまあ、このプロメテウスの像がですね、オリオン座を元にして作ったっていうふうには、ちょっと考えにくいかなっていうふうにまあ、思ってます。ペンディングです。で、もう一つ気になったのはゾディアクですね。十二球図です。で、ゾディアク、これも十二球図って言いまして、まあ、わかりやすく言えば、行動上を通る星座の、まあ、表し、それを、まあ、神々に当てはめたものですけども、その、まあ、称号はですね、このバウンダリストーンが役に立ちました。で、このバウンダリストーンに出てる、まあ、絵とですね、それから、バビロンに残る、まあ、十二球図と比較してみますと、まあ、その十二球図というのはですね、いわゆる、まあ、神々を表しているわけです。で、なぜこれを調べているかというと、まあ、いわゆるの、おうし座がですね、ミトラということになりますと、その前が誰かということが分かれば、オリオン座が誰かということが分かるわけですね。で、まあ、しかし、これはバビロニアの十二球図ですから、この中にはミトラはいないんですよね。まあ、ですから、まあ、一応調べてみたという範囲で理解してくだされば嬉しいです。まあ、どれがミトラということにはならないわけですね。で、今度はアクトゥールスについて調べてみたいと思います。牛飼い座のアクトゥールスです。これはなぜアクトゥルスを取り上げるかと言いますとですね、冒頭に挙げましたように、エリア51で働いていたチャールズ・ホール氏がですね、まあそのチャールズ・ホール氏の証言によればですね、トール・ワイトたちの、まあ、雰囲気からしてですね、どうもトール・ワイトたちは牛飼い座のアクトゥルスから来てるんじゃないかという印象を持ったというふうに書いてあるわけです。で、まあそうしたその記述があるわけですけども、まあ、チョークのように顔が白いとかね。それから、いわゆる、まあ、年齢がですね、人間の、地球の人間の、10倍であると、だいたい800歳まで生きるんだと。で、400歳超えると、第2の成長段階に入るということなんですね。で、まあ、そういったことが、このチャールズ・ホール氏の証言の中に、まあ、暴露証言ということになるわけですけどもね、このように書かれているわけです。その中に、いわゆる、まあ、トール・ワイトの故郷についての記述もあります。まあ、これからそれを皆さんにご覧いただきますけども、まあ、この辺はですね、トールワイトの特徴などが書いてあります。大変興味深いと思いますけども、まあ、ここは今日はですね、ポイントでありませんので、ざっと流します。で、まあ、チャールズ・ホール氏がですね、非常に微妙な問題なんだそうですね、その故郷を云々するってことはですね、まあ、しかしまあ、チャールズ・ホール氏はその雰囲気から彼らがですね、牛飼い座のアークトゥルスから来てる、から来てるっていう印象を持ったそうです。ここからですね、で、36光年離れたところにアークトゥルスがあるんだと。で、まあ、そこの話になったっていうわけですね。チャーリー、どこから来たのっていう質問に対して、まあ、その話をしたというわけです。まあ、確かなことはわからないと。まあ、その名前を、人間が知ることもないだろうからということで、ってことは星の呼び方も違いますからね、当然ね。まあ、六方の白人には六方の白人が使う言葉がある。それは当然でしょうね。で、まあ、非常に微妙な問題だと。アークトゥルス星、もしくはその近くのどこかに彼らにとって極めて重要なところがあるっていうふうに、まあ、チャールズ・ホール氏は証言しています。ここで、まあ、牛飼い座のアークトゥルスが出てくるわけですね。そしてさらに、どこを故郷と呼んでるかについて、
私の推測によればそれは地球からおよそ105光年離れた星じゃないかと思っていると。まあ、彼らは、高速以上の乗り物でね、宇宙を自由に飛ぶことができますから、まあ、高速、まあ、105光年って言いますとね、人間の感覚ですれば、光の速さで105年ってことになるわけですけどもね。で、ただ、ノッポの白人たちは地球に住むというよりも地球を中継地にしているみたいだと。いわゆる、まあ、本気で地球を、まあ、相手にしているってわけじゃないってわけですね。で、まあ、太陽系っていうのは、こうこうこうだと。で、まあ、こういうところ、チャールズ・ホロ氏の証言からは出てくるのは、牛飼い座のアークトゥルスということになるわけです。まあ、こうした資料も見せてですね、まあ、この中のどれかじゃないかというふうに、まあ、地球で言う、地球の人間が言う星座の名前と違いますからね。ですから、まあ、こういうふうには推測するしかないんだというふうに、チャールズ・ホロ氏は述べています。で、まあ、ついでに彼らのテクノロジーについても触れていると。で、先ほど言いましたように、まあ、高速以上のね、速度で宇宙を航行しているんだってことですね。でも彼がスカウトシップと言われているんで、この形の UFO は世界のあちこちで現れてますね。非常に動きが早いってことです。まあ、チャールズ・ホールって人はですね、ミレニアム、ホスピタリティ・ミレニアムですね、の中でそのように書いてるってわけです。高速よりも早く航行できるって。ですから彼らの星までは2、3ヶ月で行くことができるということですね。105光年の距離を2、3時間で行くことができるんだと。っていう、まあ、まあ人間にはちょっと今の現在のね、人間には想像もつかないような乗り物を使っているということですね。ということで、まあ、ここで、具体的に出てきたのが牛飼い座のアークトゥルスということになる、なります。で、これがアークトゥルスですけども、これが牛飼い座ですね。で、ここに、まあ、アークトゥルスがあると。まあ、お牛座と牛飼い座、関係あるのかななんてね、ちょっと考えますけども、どういかがでしょうか。まあ、ですからまあ、これ、チャールズ・ホール氏が証言する、もう元にすれば、この牛飼い座のアークトゥルスということになりますね。それから今度はシリウスです。そのまあ、オリオン座の向かって左にあるのがシリウスということになります。これがそのベテルギウスですね。そして、その、ちょうど向かって左側のあるのがシリウスです。シリウスということになります。このシリウスというのは、まあ、アフリカですね。と大変深い関係があると思われます。シリウスです。で、中央がオリオン座ですね。ちょっと右に傾いてますけども、そして、大牛座です。アルデバランですね。アルデバランという星があります。で、シリウスに注目していますけども、私は一つは、シリウスには非常に怪しい星。まあ、怪しいという言い方はちょっとおかしいですけどもね。彼らの故郷して第一に考えられるのがやっぱりシリウスではないかなと思いますね。その証拠がドゴン族に残っています。まあ、詳しい説明はこの後にその動画をつなげておきますから、ぜひご覧になってください。ここに、まあ、ドゴン族がいます。このドゴン族というのは大変不思議な民族でしてですね、まあ、現在のやっと人間が知れたような事実をですね、すでにもう数千年前から知っていたということなんですね。そうした文書といいますかね、資料がもう、何百万枚と残っているという話ですね。これがドゴン族の部落ということになります。このドゴン族というのは、まあ、イースター、まあ、ドゴン族の、まあ、中の内部のね、イースターによれば、彼らの神はシリウスから来た。そして、まあ、近年になってね、初めて人間が知り得たようなことを、すでにもう、ドゴン族はですね、とっくの昔に知っていたと。そういうことなんですね。で、それをまあ全部、てか、訳していましたけども、ドゴン族とシリウスとの不思議な関係ということでですね、まあずっと訳していましたので、ぜひ読んでみてください。
まあ、そのドゴン族の謎の一つの例としてですね、木星には輪があったということをすでにドゴン族がもう遠い遠い昔に知っていたということですね。私が子供の時代にも木星に輪があるなどということはまだ知られていなかったと思います。で、結論ということになりますが、まあ、結論というか出ませんがね、まあ、三つの私は候補地を考えています。一つは、大牛座の、大牛座ですね。大牛座が、エイリアンと関係あることは分かりましたけども、まあ、直接的にね、それがプレアデス星雲と、関係があるかどうかということには分かりませんけども、ここに7つの星があるということは、昔から言われてたんですけども、6つまでは肉眼で見えるんですけども、7番目は、最近になって分かったんですね。どうして昔の人がね、7つの星だということをしていたかということも大きな謎なんですね。で、皆さんはこの3つのうち、どれが、その、トールワイトの故郷だと思いますか？もしよろしかったらコメント欄にご意見をお書きください。それでは、Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about two types of extraterrestrials with elongated skulls. One is horizontally elongated and another one is vertically elongated. They are from Sirius and Mars. Of course, they are extraterrestrial intelligent beings.Today's story starts with Nefertiti, the queen of Egypt, or a stepmother of King Tut. 超等人間、つまり頭蓋骨の長い人間にも2種類あります。つまり私は超等人間を2つのタイプに分けて考えています。横長超等人間と縦長超等人間です。横長超等人間の代表格はツタンカーメン王の家族です。同じアフリカのドゴン族に伝わる伝説によれば、彼らはシリウスから来たと言われています。もう一つは、縦長超等人間です。その頭蓋骨は世界中で見つかっています。火星からの残留、地球同化組であると私は考えています。南アメリカのパラカス、ナスカ周辺には、その頭蓋骨がたくさん残っています。超等、つまり長い頭ということは、知的生命体の進化系ということになります。母体の賛同の大きさにも限界があります。脳細胞を増加させるためには、頭蓋骨を長くするしかありません。結果として、超等人間になったということです。このことを別の視点から見ると、超等人間は人工的に作られたヒューマノイドではなく、私たち人間と同じように一般的な生殖活動を経て母体から生まれた生命体であるということです。つまり、より人間に近いということになります。この動画に続いて、横長超等人間、つまりアフリカのドゴン族に伝わるシリウス星人とパラカスで数多く見つかっているパラカスの超等人間の動画をつなげておきます。どうかご覧になって皆さんご自身の目で比較なさってみてください。なお、ついでながら、シリウス星人はそのままエジプトの神々の神話になっています。イシス、オシリスという神々の名前もシリウスに関連していると考えられています。そんなことにも注意しながら、続く動画をどうかご覧ください。で、今ご覧いただいているのが、ドゴン族、左がですね、ドゴン族に伝わる、まあ、シリウス星人ですね。そして右がパラカス人ということになります。で、下がシリウスですね。その伝説については、この続くビデオの中で紹介しておきます。そして右が火星人、火星ですね。まあ、火星の、いわゆる地球、同化型の、まあ、残留組であると。それは、まあ、私のライン理論などによって証明しました。続くビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient history in wonder. Today's story is about the Dagon tribe and their mysterious connection to Sirius by ancient CADCOM website.
Ancient Kate.com website start its story as follows by saying, The brightest star in the sky is Sirius, without a doubt. The name Sirius comes from the Greek language and is translated as a glowing star or bright star. And what might appear as a single star is in fact a double or even possibly a triple star system, according to observations made in the 1920s. Apparently, our scientists are beginning to accept just now what ancient people worldwide already knew thousands of years before us, like the Dogon tribe in Africa. According to Wikipedia, almost 1 million pages of manuscript have been found in Timbuktu, Mali, on mathematics and astronomy established in Mali Empire, that is to say, the Dogon tribe had established knowledge of astronomy long time ago. Ancient could come right like this as well. How is it possible that Dagon had all this astronomical knowledge without tools to observe the sky properly? 今日の物語はアフリカ・マリのドゴン族の謎についてです。ドゴン族は適切な天文観測装置を持っていなかったにもかかわらず、シリウスが多重天体であることを知っていました。近年になって発見されたシリウス C の存在まで知っていました。それだけではありません。50年ごとにそれらの三重星が元の位置に戻ることさえ知っていました。さらに木星の大きさ、また木星には土星と同じような輪、環があり、木星の衛星の数さえも正確に知っていました。そうした記録がティンブツクだけでも100万枚近い書類となって残っているというのです。驚きですね。で、ドゴン族の言い伝えによれば、そうした知識をドゴン族はシルスからやってきたインストラクター、つまり神ですね。先生神と呼ばれる神から教わったというのです。世界には大パーツがたくさん残っていますが、ドゴン族が私たちに伝える知識は、知識の大パーツと言えるものです。また、ドゴン族周辺からは奇妙なアーティファクトがたくさん見つかっています。精緻なビーズ玉でよく知られているドゴン族ですが、中にはというより、どれも異星人との深いつながりを示すものもたくさん発見されています。で、大切なことは、こうした事実から、その向こうにある理論を組み立てていくことではないでしょうか。発見した、不思議だ、発見した、不思議だ、だけを繰り返していては、前には進めないということです。さらに言えば、こうした事実を生かすこともできなければ、私たち人間の先祖の知恵や知識を人間の未来に向かって役に立てていくことができないということです。つまりこうした情報を素直に拾い集めれば、その向こうにシリウスからやってきたエイリアンの姿をそのまま見ることができます。そういった意味でも、ドゴン族が伝える天文知識には重要な意味が隠されています。ドゴン族の伝える知識は、紛れもなく、知識の大パーツですね。で、今、このドゴン族の周辺から見つかったアーティファクトを見ていただいています。まあ、これを見てですね、人間と言うべきかどうかですけども、みんなですね、森本聡さんが見つけてくださいました、スウェーデンのゴットランドで見つかった、まあ、実に奇妙なアーティファクトです。現在、大英博物館にあるそうです。で、ここに、まあ、掘り込まれているエイリアン。まあ、博物館の方では、怪物ということになっていますけども、と、ドゴン族の残したアーティファクトのそれと、大変よく似ていることに注意してください。で、私はこれはですね、以前検証しまして、UFO の内部、それを、まあ、3D スカルプティングと言いますかね、プロッターのようなもので掘り込んだものだと考えています。実にまあ聖地と言いますか、奇妙なブローチ。まあ、大博物館の方ではブローチと表現しています。大きさはわかりませんけども、ブローチ大の大きさだからブローチと言われているんだと思います。で、
まあ、こうして見ていきますとですね、シートベルトをつけたエイリアンが2人、座っているのがわかります。そして中央にはですね、コントロールキー、あるいはその重力制御装置のようなものがついていると、私はそのように判断しました。というのはこれと同じものがですね、デンマークでも見つかってますし、さらに遠く離れた、マヤ、アステカでも見つかっているからです。まあ、それはともかくも、こうして比べてみますと、ここに、まあ、掘り込まれている、まあ、ここにですね、説明ありますけども、10世紀頃、スウェーデンのガットランドで作られたものであると。で、ここに掘り込まれているのは、アニマルであると。動物であるというわけですね。まあ、それに納得するかどうか、あるいは逆にどちらがこじつけかという問題にもなるわけですよね。私がこれをですね、UFO のナイフだというのはこじつけなのか、それともここに掘り込まれているのが動物、あるいはモンスターともありますね。モンスターなのか。どちらか。どちらがこじつけかということですよね。まあ、その判断は皆さんにお任せしますけども、このゴットランドで見つかったブローチに掘り込まれているエイリアンらしき、まあ、人物と、そして、ドゴン、の、まあ、発掘物の中にある像とですね、まあ、大変というかよく似ていると。まあ、似ているというレベルでね、それ以上の証明はできませんけども、似ているということになります。いかがでしょうか？長い頭、低い頭、そして、奇妙な口ですね。そして、ドゴンの天文学に戻ってみます。まあ、こうした書類がですね、100万枚近くも見つかっているというんですね。一つの町だけで。で、それについてですね、翻訳、これから資料を翻訳していますが、これはですね、ancientcode.com というところがですね、発行しているウェブサイトの中の、まあ、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、きちんとした論文です。それを翻訳していますので、どうかお読みになってください。
で、検証を進めてみますが、これがドゴン族の居住区ということになるのでしょうか。で、この視点を挙げてみますとですね、この、まあ、ティンブツク、そして私が名前がわかりませんので、マウントアロー、矢の山と呼んでいる山がその近くにあるのがわかります。上の方ですね。で、今のところに、まあ、ドゴン族の居住区があるというわけです。で、ライン理論で簡単に説明してみます。で、もう一度このティンブツクの町、右がティンブツクです。そして左が矢の山、マウントアローと私が勝手に名を付けています。その94キロ、この中心までがね、ありますけども、ここに奇妙な山があります。どうしてこの山が奇妙かと言いますと、この下の黄色い線、右に行けばエトゥフです。エジプトのエトゥフですね。私が、まあ、この壁画からですね、このエトゥフは宇宙へのエイリアンたちの、まあ、ハブ空港であると判断しました。そして左へ行けばナスカです。そしてこの直線はグランドクロスの上に寸分の狂いもなく重なります。縦線はポパカティピティ、すなわちティオティワカンのすぐ近くの山です。横線は、まあ、いわゆる、まあ、ティンプツクのそばを通ってエトゥフに行くということですね。ということで、今日はドゴン族の謎について考えていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Elongated Scars and Parkas, an interview with Mr. Brian Forrester. It's my pleasure here to introduce you Ancient Origins, which is one of the most reliable website for the people who know we are not alone on the earth. In this footage, Ms. April Holloway of Ancient Origins conducted an interview with Mr. Brian Forrester, a researcher and author, about the elongated scars excavated in Parcas, Peru. It's also my pleasure that I have had a chance to translate the interview into Japanese on this occasion. I thank you very much. In Japanese, 皆さんこれが超等人間と言われている人間ではない、まあ、知的生命体の頭蓋骨です。世界中で発見されています。身長は、まあ、1メートル80センチ前後あったと言われています。で、最も信頼のできるウェブサイトの一つが Ancient Origins です。まあ、この中でパラカスの超等人間の頭蓋骨のですね、DNA 鑑定を実行した、ブライアン・フォルスター氏との、まあ、インタビュー記事が、って言いますか、YouTube で紹介されていました。それを今日はじっくりと日本語に翻訳してみましたのでご覧ください。で、まあ、数学的消去法でいけばですね、人間ではないということになりますと、エイリアンということになるんですけども、ここが問題なんですね。人間ではないということは証明できるんですけども、イコール、まあ、エイリアンっていうふうにはならないわけですね。まあ、他にもいろいろな細かい可能性が考えられるわけです。これが、ミスター・ブライアン・フォースターです。超等人間の遺伝子の解明。ブライアン・フォースター氏の対談っていうことになります。まあ、じっくりとご覧になってください。お読みください。Thank you.So, Brian, thank you very much for joining Ancient Origins for this interview about the elongated skulls in Paracas. Some of our viewers will have already seen an interview we had some time ago about various research around elongated skulls. But I'm really enthusiastic about this interview because it relates to a recent announcement you made about some genetic testing that has been done on one of the skulls found in Paracas.So to begin with, could you please just give a little bit of background about the Paracas skulls in particular and what makes them different from other elongated skulls that have been found? Well, what's kind of intriguing is if you look on the internet to any photo, you know, website, and if you put in something like alien skull or human hybrid skull,
quite often the Paracas skulls show up predominantly because they are so large in size. Some of them are very natural looking. And also there are so many of them that have been found, which is quite intriguing. So would you say that some of the features that these skulls have rule out the possibility of cranial deformation, you know, processes like head flattening or head binding, which are known to have happened in other cases of elongated skulls? Well, that is the curious point, in that cranial deformation is known to have occurred in many different parts of the world, most prominently about 2,000 years ago, from the Middle East, even Melanesia, Central America. But because I've been intimately engaged with the elongated skulls of Paracas and the Paracas culture in general that died out 2,000 years ago, I've had the opportunity to look in person at numerous of the skulls, as well as hundreds which are in collections all around the world. Mm-hmm. And some of them, I would say possibly between 5 and 10% of them do not show obvious signs of cradle boarding or other forms of cranial deformation, which generally tends to create flat surfaces, either in the forehead or the back of the head. Some of these literally look like they are natural in appearance. And so I've also heard that some of the other features include increased volume and increased weight compared to other skulls. Is that not something that could also happen as a result of head flattening, where, you know, through the process of binding, the size actually increases, or is that absolutely not possible? Well, from the doctors that I've spoken to, they said that you can alter the shape of the skull, but you can't increase the size of the skull, because what the skull is genetically predetermined to have a certain volume, and so it's much like in terms of, you know, the analogy I have is pottery, where you have a piece of greenware, which is a pot which is not quite dried yet. You can alter its shape, but you can't change the volume of it itself. Some people have stated that the reason why the Paracas could have had denser skulls, or you know, be heavier, etc., is the result of their diet, or you know, malnutrition or whatever. And the thing is that they had an incredible diet of seafood as well as terrestrial plants. They probably actually ate better than most of us do today. Mm-hmm. And so the study of these skulls is becoming a lot more interesting now that we have the technology for extracting DNA and analyzing DNA. Before any testing was undertaken, did you have any theories yourself about what might be found? Well, I conjecture anything. Of course, I've had many different ideas, but I've been waiting for actual DNA analysis, and that has taken an incredibly long time, mainly due to lack of funding, and also finding a geneticist who, A, is open to studying this, doing it at a fraction of the normal cost that it would cost commercially. And we importantly, we wanted to do this independently, because going through any governmental or private foundation or whatever would probably result in the results either being deleted or altered or being kept for purposes other than my intent. And my intent simply is to find the truth as to who these people were. Mm-hmm. Yeah. And so can you explain a bit about the testing process that actually took place or has taken place so far? Well, it's a very complex process, and most people don't realize this, because they think, well, DNA testing is quite simple now. I can go and have my, you know, a blood sample extracted and be told within a few days, you know, all of my genetic ancestry. But what you have to take into account is the last of the Paracas died 2,000 years ago. And so you're talking about 2,000 years of the degeneration of the material. The late Lloyd Pye, who I was acquainted with, you know, very personally and professionally because of his fascination with this, his analogy is that
to take a sample and analyze it from somebody who's living is the equivalent of looking at or studying a crystal bowl, because it's, you know, it's complicated and intact. And then he said the equivalent of ancient DNA is throwing it on a concrete floor, because it becomes shattered into tiny little segments. So it's only the most recent, sophisticated, extremely expensive DNA analyzing equipment that can take all of those tiny segments and put them back together. So it's been very, you know, very difficult to find someone who would pursue that. We actually have two different geneticists at work, but it happened to be this one who's had samples for more than 2 years, who has given me this initial result, which completely shocked him. And so the thing most people really want to know is what exactly was found in that initial result. Yeah, and basically what I can say is that he speculates that there are segments of the DNA of the Parakas which do not match anything in GenBank, which is the genetic database located in the United States that contains all known genetic DNA information. So he said there are segments which don't seem to be any haplotype of a human that we know of, also not related to Neanderthal or any other human-like being that has been studied so far. Quite incredible, really. But now you have emphasized that this is phase one or stage one of the testing. What then is the next stage after this one? Is it possible that this result is contaminated or it's not accurate and that further stages may reveal something different? It is possible. However, you know, this person who lives in the United States and has a doctorate, he does a lot of contract work with the U.S. government, so clearly the government wouldn't choose someone who was flaky or a sensationalist. He's taken a lot of time. It's been more than 2 years for him to give us the initial result of one sample so far, but he does have samples from three different skulls from Parakas, and so what I'm hoping is that this, and the reason that why I released it, this information, is to try to generate interest from the public so that we can do a fundraiser in order to be able to study the other two skulls as well as other samples from the three skulls themselves, so that we can replicate the tests as many times as possible to see whether or not this is an anomaly or whether it's something which is truly mind-blowing, I guess is the term. Yeah, exactly. And is it possible, the fact that it doesn't match anything in the gene bank, could it be that this is just a one-of-a-kind mutation, a mutation that hasn't been seen before and is just unique to that particular race of people? It could be, but again, the whole study is so new that and the Parakas are very mysterious people. Nobody has really studied them for about 70 years. The people who study them now study their textiles, but the whole idea of the fact that their skulls seem to be of a different shape has been dismissed in general as simply being cranial deformation. But in fact, nobody knows where the Parakas people came from. They lived on the coast of Peru, and through my studies, I believe that there's a certain percentage of their ancestry that comes from another part of the world, because they also, amongst the royalty, seem to have had reddish brown hair, which is not a Native American characteristic, and they were reasonably tall. Some specimens we found were 5'10" to 6 feet to even taller in height, and that's quite atypical of a Native American person 2,000 plus years ago living on the coast of Peru. Mm-hmm. And so what is your opinion about these findings? Do you have a view about what this actually means, this result? Well, the theory I'm developing is that the Parakas are a mix of different types of people. The area they chose to live 2,000 years ago was much lusher than it is now. It would have been a perfect place to for a society to live. In terms of food production, the fact that they had totora reeds
and still have Totora growing on the coast of Peru meant that they were capable of building not only little boats, but probably large ships out of reeds. They had cotton to make sails, and they could have been great seafarers. I also believe that the famous Nazca people, who also occupied the area after the demise of the Paracas, could literally have wiped the Paracas culture out. Their knowledge absorbed some of their, some of their people would have interbred with the Nazca, but elongated skulls disappear in the Paracas area 2,000 years ago, and that corresponds with the arrival of the Nazca, who were a very warlike people. And so you say a different sort of mix of people. Now, the thing on everyone's mind is, are these skulls alien? Are they extraterrestrial? When you say a different mix of people, do you think there's a possibility that, a race of beings did arrive in this part of the country and perhaps bred with humans? What's your view on that? Well, I'm open to the idea. The thing is, I don't want to go too far in that direction yet because, again, we've only had an initial result. But due to the fact that the geneticist has found segments of DNA which don't correspond to anything, I think it's doubtful that they're a separate breed type of humanity, because where would they have come from? Mm-hmm. And again, the strange thing is this predominant aspect of these elongated skulls amongst the royal family is very, very odd. So future sampling, future results will either reinforce or dismiss the result we have. But I think we're looking at something very intriguing, and I don't I don't dismiss the idea of there having been off-planet either intervention or something. And Lloyd Pye was very strong with that idea. He simply said, these are not human beings. Mm-hmm. And speaking of Lloyd Pye, are you to sort of carry forward the research he was doing, or do you know what is being done about the research that was being undertaken by Lloyd Pye? Yeah, several months before his death, he passed the Star Child skull and the information on to a group of people because he knew he was ill. He wasn't sure if he would recover, and so they are they're doing major fundraising. They've done a lot of genetic analysis, which people can see on Lloyd's website. The thing is, people really have to spend the time to read all of the information because you can't get a full picture of what the Star Child is or was, through 5 or 10 minutes of reading. There's been a lot of money and effort spent on Star Child. And the unfortunate thing is there's only one Star Child, whereas there are hundreds of Paracas skulls. I mean, it's amazing. And the access is quite astonishing, too, because being related with the Paracas History Museum, I've assisted in building up the collection to 40 skulls so far, and we are very open to researchers from around the world coming, whether they're doctors or geneticists or whoever, because we honestly want to get down or get to the bottom of this, and any outside help is very greatly appreciated. Well, I guess the quantity really opens up the possibility to replicate these results and keep everyone happy by doing those extra studies, having different researchers using different skulls, because then whatever the result will be a lot more convincing after all that replication has been done. Yeah, that's exactly it. And any scientific test means that you have to be able to replicate it. And that's why, again, this is an initial, you could even call it teaser result that I sent out to the public. Also, a number of individuals assisted me in raising $7,000 for testing, and I wanted them to know 2 years that we actually did have something, that the money wasn't absconded or blown on anything. It 100% went into it. We also have another geneticist working on completely other samples as well. That's Dr. Melba Ketchum from Texas, who of course, is embroiled heavily in Bigfoot
studies, which is she's got a lot of flack from, but I still believe in her, and there may be another one or two genetic study organizations that may come on board with us. And so the more that do the analysis and the more cross-referencing we can do, the better for this whole project. Mm-hmm. Yeah, great. Now, there are a lot of people out there who are skeptical. You know, they do sort of question or they want to see these results firsthand on paper. They want to know, you know, the name of the geneticist, the name of the institution, and they do become suspicious when some of these details aren't yet available. How would you address those concerns? Well, I have actually spoken with the geneticist about it, and he has said that he will be willing to address the public about this, but not after one test, because it's too easy for skeptics or whoever to, you know, to rip his information apart. And so as a scientist, he wants to make sure that he's done several replications, and then when he's comfortable, then he will come forward himself and discuss what it is that he believes we are looking at. Okay, that's great. That's very positive. So moving forward from here, what's the time scale relating to further testing and also the fundraising process? I mean, if somebody did want to get involved in this, what could they do? Well, at the moment, I've been in discussions with someone who wants to set up an Indiegogo campaign about this, and I've been discussing with him for about 5 months, but the timing hasn't been right because we've been preoccupied with other things. So probably within the next 2 or 3 months, we will set up a campaign very specifically targeted to very specific things. We'll have a complete list of where any funds will go, completely itemized. I will get nothing from it, just as I've received nothing financially from the previous fundraising that we did. And other samples have recently gone to the geneticist from a third party, and I'm still waiting for some kind of result from Dr. Melba Ketchum. She's trying to actually get at least one, if not more, laboratories in the U.S. to do complete genome studies, which is very complicated and technically would cost an absolute fortune, upwards of at least $100,000. So we're hoping that other geneticists will be able to volunteer their time and the use of their equipment for the good of, you know, basically we're doing this for the good of humanity, not for any kind of personal benefit. Yeah, I mean, the knowledge is incredibly important, regardless of what these skulls end up being, human or otherwise. It's still incredibly important for unraveling the history of our past. These are obviously an incredibly mysterious group of people. Well, definitely. And the thing is, since elongated skulls have also been found amongst the Olmec of Mexico, also in, not necessarily, people have said Russia. It's not really Russia. It's actually the area of Georgia and that area. There's quite a number of elongated skulls have been found there that date back about 2,000 years. And actually, I've been mapping where this process has existed all over the world. And so what I'm trying to do is try to set up some kind of concept of migration pattern, or in fact, were these different groups genetically related? We don't know yet. It's an ongoing procedure. But I'm very thankful that you wanted to cover this story at this time, because we're at the beginning, any time that I get more information, I'm more than willing to share it with you. Well, thanks very much, Brian. We really appreciate you, informing us of everything going on, and we really look forward to the updates that you provide as things progress. Well, thank you, and your organization, Ancient Origins, is a phenomenal success. I'm very much a fan. Many other people are. You're growing very rapidly, and it's wonderful that such a group as yourselves are presenting this information to a global audience, because in the past it's always been little, you know, small groups of people trying to do what you're attempting, and you're doing an incredibly good job at it. Well, thank you very much. Really appreciate it. My pleasure.
Mr. Brian Forster and Ancient Origins, thank you very much for your effort. ということで、まあ、どのように判断なさるかは、私たちの問題ではないかと思います。ということで、まあ、これを確たる証拠と言わずして、何というかという問題なんですね。まあ、そういうことも含めまして、続くビデオをどうかご覧ください。See you again next time and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is an alien and it's conclusive and physical evidence. Ladies and gentlemen, this is an alien. Here is the evidence. 皆さんこんにちは。今日はエイリアンがこの地球上にいるという決定的かつ物理的証拠をお見せいたします。これはですね、もう半年以上も前に私が調べたエクアドルの、まあ、他のことで調べてた写真の中に混ざっていました。この頭蓋骨が、こそがですね、まさにエイリアンです。そして、この地球にエイリアンがいるという物理的かつ決定的証拠です。まあ皆さんご覧ください。これはエイリアンです。人間ではありません。人間ではないということはエイリアンです。見つかったのはエクアドルです。どうしてこれがエイリアンかと皆さんお思いになるでしょ？実はですね、頭頂骨が1枚でできているからなんです。これは人間の頭蓋骨です。左下はエイリアンの頭蓋骨です。人間は頭頂骨が3枚より合わさってできています。しかし、エイリアンは1枚しかありません。このライン、方向線って言いますけども、方向線を見比べてみてください。エイリアンの方にはその方向線がありません。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Kemiya, Japan. A scar in Tonkaru Rin, cranial deformation in Japanese. Kemiya さんからですね、Tonkaru Rin の近くで変形頭蓋骨が見つかった。超頭頭蓋骨ではないかという連絡をいただきました。まあ、それについて調べてみました。で、まあ、そのビデオも見てみました。で、超頭人間、まあ、コーンヘッドとも言いますけども、頭蓋骨は全世界で見つかっています。私が、最初に知ったのはこのコーカサスですね。で、まとまって見つかっています。それから最近見つかったパラカス。というか、このパラカスの頭蓋骨は最近ではありませんけども、DNA 鑑定がなされました。それから、ナスカでも見つかりました。アタカマ、エジプトでももちろん見つかってますけども、ツタンカーメン家族は、このような超頭人間であったというふうに言われています。それから場所わかりませんけども、ロシアでも、それから全世界であちこちで見つかっています。で、日本でも、まあ、見つかったということになるわけですね。で、これがその変形頭蓋骨ですけども、これは果たして何なのかということなんです。この頭蓋骨の特徴はですね、顔の前面部が、まあ、ぺしゃんこになっていると言いますか、普通ではないということですね。で、まあ、ビデオの中では、なんかこう板のようなものを当てて、そしてまあ、変形させたんだというような説明がなされていました。じゃあ、コーンヘッドとヒューマンはどこが違うかということなんですね。ちょっとこの絵では見にくいんで、写真いろいろ探してみたんですけどもね、真上からの写真がないんですね。で、私これ自分の書いた本の中から、撮りました。このように3枚に人間の頭っていうのは、頭蓋骨っていうのは、真上から見ますと3つに分かれてるんですね。いわゆるその、頭頂骨が中央で2つに分かれているわけです。これがまあ人間の頭蓋骨なんですけども、コーンヘッド、いわゆる
まあ、超等人間の頭蓋骨には、その、今言いました中央のラインがないんです。縫合線って言いますけども、それがないんですね。で、このあたりにその縦の縫合線があるはずなんですけども、ないんです。これが、超等人間の特徴なんですね。で、この、もう一つ、まあ、こんな頭蓋骨もあるんですけど、これをその、変形させると言っても限度がありますからね。で、まあ、この頭蓋骨も、まあ、人間の比べてみればわかりますよね。まあ、変形させると言ったって、ここまで変形して骨が発達するんだろうかという疑問もありますけども、これも、この超等頭蓋骨も中央に縫合線がありませんね。皆さん自身でご確認ください。これがコーンヘッドの特徴なんです。DNA 鑑定するまでもなく、明らかに私たち人間とは違った、まあ、DNA を持った生物体である。まあ、もっと言えば知的生物体であるということになります。で、パラカスで見つかったコーンヘッドマン、なあち、イロンゲンティというスカールについて、はですね、すでに DNA 鑑定が終わっています。で、その報告が、まあ、発表されているんですけども、それはまさに驚くべき内容のものであったというふうに、この、報告書は最初に書いています。で、これをずっと見ていきます。まあ、この続くビデオの中でもう一度説明すると思いますので、ここでは簡単に、まあ見てください。まあ、パラカス頭蓋骨はですね、今までは板で挟んで変形させたというんですけども、それだけでは説明できないと。25% も大きく、90% も重いことが分かったと。そしてこの次なんですね。頭頂骨には二つではなく、一つのパリエタルプレートというんですか、頭頂板しかなく、先ほど説明しましたように、二つが寄り合ってんじゃなくて、一枚しかないということですね。ですから真ん中の中央の、にある、あるべき縫合線がないわけです。これがまあ、パラカス頭蓋骨の特徴であり、また、人間でもない、霊長類でもない、ミトコンドリア DNA を持っていたと。まあ、酸素呼吸はしていたけども、人間ではないということですね。まあ、ここまではっきり分かっているわけです。そして、まあ、この報告書はですね、人間とは交配できなかったということは、まあ、性行為をしてもですね、妊娠出産には結びつかなかっただろうと。そういうふうに結論付けています。これがパラカスのペルーのね、ナスカの近くですよね。サンサの大食材のすぐ近くですけども、そこで見つかったものです。結論から言いますと、まあ、トンカラリンの近くで見つかったこの変形頭蓋骨は、その、まあ、なんて言いますか、コーンヘッドマンとは一線を画していますか、違ったものであり、イコール人間のものである。まあ、変形させられたかどうかということはまた別問題であり、私には興味がありません。ということで、まあ、ケミヤさん、報告を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Tube Store Matabe and edited by Hiroshi Hayashi. Cornhead Man in Japan. 超等人間は日本にも来ていた。Tube Store さんと Matabe さんから大変こう、まあ、重要な情報が寄せられました。コーンヘッドマンは日本にも来ていた。その証拠と、そしてコーンヘッドマンはエイリアンであった。その証拠と証明です。これがチューブスターさんが送ってくださった写真ですけども、この写真はまあコーンヘッドマンですけども、どこの写真かわかりませんが、それは重要ではありません。この頭を見てください。で、チューブスターさんが言うにはヘルメットなのかということなんですね。まあ、像の感じからして日本の像でないことは確かですけども、これは、マタベさんが送ってくださった、写真ですけども、これは戸田市ですね、から発掘された南原遺跡っていうんだそうですけども、そこから発掘された写真、土偶ですね。ごめんなさい、埴輪です。埴輪ですよね。で、柴又八幡神宮で発見されて、そちらに、ごめんなさい、陳列してあるそうです。で、この二つの二枚の、てか、
チューブサーさんとマタベさんの写真を見てですね、まあ、いろんなことに気がつくわけであります。まず、第一にこのエイリアンは地球へ来ていたということです。そしてこのエイリアンはですね、共通のヘルメットをかぶっていたということなんですよね。まあ、それはこれから、おいおい説明していきますけども、これはヘルメットなのか、デザインが塩基や塩基のね、頭と似ていると。確かにそう。これは右の方はイシュタール、すなわち、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアですね。はい。これがですね、曲線をカーブを見ていただきたいんですけども、明らかに、なんて言いますか、明らかにというか、まあ、明らかということは、警察に使えたかありませんけども、ヘルメットですね。で、髪の毛は下の方にあるっていう感じですからね。あるいはこれ全体がヘルメットかもしれません。というのは、人間型のね、顔をしたヘルメットを被ると。そういった事実もいろいろ浮かんできています。ですから、顔だけ見て、あ、これ人間だというふうには判断なさらない方がいいと思います。で、これはですね、エンリルからある王がですね、シュメリアン、真ん中での生命の木ですけども、神剣を渡されているということですね。丸い輪に短冊がついています。前方後円符の形ですよ。そしてこれをイナンナ。これはイシュターのことです。これは別の絵なんですけども、延期がです。これ延期と書いてありますけども、説明にはね、エンリルってことになりますよね。エンリルが神剣をイシュタール。なあち、イシュタール、イナンナに渡しているところです。名前はいろいろ変わるんですね。この女神はですね。それはケイメイさんが教えてくださいました。で、まあ、これもイナンナ、イシュタールです。で、この頭をここで見ていただきたいんですけどね。まあ、この黄色いのは、神剣は和と、それから短冊です。で、この頭を順に比較してみますと、皆さん同じだということにお気づきになると思います。コンセプトが同じなんですね。なんていうのかな、ふにゃ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 と波のようなものがくっついているということなんですよね。そして、それと、またこれがイシュタール、いわゆるイナンダですね、の頭と比べてみてください。これでも決定的ですね。これはエイリアンのヘルメットであると。いわゆるアヌー王たちのね、息子たちと、そしてその孫娘のヘルメットであるということは、これで証明されました。それから今度はエイリアンの証明をこれからしなくちゃいけませんので、それにはこのダヴィンチの描いた絵を見てください。ダヴィンチ、左のがダヴィンチです。で、右にいるのがコーンヘッドマンですね。仲良かったんですね、この雰囲気からして。で、頭をこう比べてみてください。同じだということにお気づきになると思います。いわゆる超等人間、コーンヘッドマンです。で、これはブルガリアにある、ソフィアにある、アレキサンダー・ネフスキーという、寺院です。その中に、こうした2枚の絵があるんですけどね、左側の絵が古い、というか、右の方が修復されたのが新しいのかよくわかりませんけども、この真ん中、色とこのビショップの顔を見てください。鼻が低くて、そして、なんて言いますか、頭が長くてってことにわかりますね。これがコンヘッドマンです。手が異常に長くて小さいです。腕が長くて手が小さいです。これがパラカスで見つかったコンヘッドマンです。で、これは DNA 鑑定がすでになされています。これがカシカ柴又で、の八幡神宮にある、超等人間ですね。やはり比べてみますとわかるように頭が長いことわかりますね。いわゆる超等人間は日本へも来ていたということです。これが事実の証明ですね。超等人間は日本にも皆さん来ていたんですよ。そして重要なことはですね、このコンヘッドマン、超等人間は人間ではありませんでした。明らかに人間とは違う DNA を持っていました。その鑑定の結果も出ています。エイリアンは皆さん存在するんですよ。これを証拠と言わずして何というかということで続くビデオをどうかご覧ください。皆さんも納得してくださると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Today's story is about again long-haired men. I say long-haired men are not at least humans, but most possibly long-haired men were or are aliens. This is a story about it. In Japanese, Makote さんという方からですね、こんなメールをいただきました。ペルーのパラカスの超等人間の DNA を調べたらですね、
まあ、人間とは全く違っていたということが分かったというんですね。で、そのホームページを紹介していただきましたので、今日は皆さんに紹介いたします。Ancient Origins っていうホームページなんですけども、そこにこんな論文が出ていたんですね。そして、パラカスというところですね、まあ、サンサの大食台のすぐ近くですけども、そしてペルーのナスカ平原のすぐ近くです。のパラカスというところで、まあ、そのロングヘッドの、頭蓋骨がたくさん見つかっているんですね。で、これがその一つなんですけども、この DNA を調べたら、なんと人間ではなかった。少なくとも人間ではなかったということが分かったというんです。まあ、それを翻訳しましたので、それを読んでいただければいいんですけども、それは信じられない結果であったと。で、パラカスというのは今言いましたように、ペルーのですね、南海岸、インカ地方のピスコ州にあると。先ほど言いましたように、サンサの大食台という、まあ、丘に書かれた食材があるんですけど、その近くですね。で、そこに、まあ、たくさん、まあ、長い頭を持った個体、まあ、人間とは言ってませんし、人とも言ってませんね。individuals、個体と表現してあります。で、それを パラカス頭蓋骨っていうんですけどね。その DNA を分析しましたら、まあ、実にこの不可解な頭蓋骨についてですね、その初期的な情報が公表されました。日付はまだごく最近ですね、2014年の2月5日ですから、まだ6日前ですね。全く新しい情報です。で、まあ、昔はですね、昔というか、ソシアン地方ではですね、頭に板を挟んだり、板で頭を挟んだり、布で巻いたりして、長いロングヘッドを作ったような習慣もあったんですけども、そうでない骨もあるわけですね。そしてそれを調べましたら、25% 大きくて 60% 人間よりのそれよりも重かったということが分かったというんです。まあ、これは大変な事実ですね。ということです。まあ、しばらくその論文をお読みください。
ということで、このパラカスのロングヘッドマンのこれが復元図です。この復元図を見て、私は一枚の絵画を思い出しました。まあ、この顎のがっしりしているような感じ、それから頬骨に特徴があるんですね。ダ・ヴィッチの絵にもこれがあったような気がしますね、この顔が。で、この顔を、まあ、見てですね、まず思い出したのが、といいますか、これがロングヘッドマンのロングヘッドなんですね。頭は大きいわけです。まあ、人間の進化系ですよね。人間もやがてこうなるだろうと思うんですね。母親の賛同が、奥さんが限定されてますから。ここなんですね。アレクサンダー・ネフスキー時代聖堂ですね。ブルガリアにある。ここに一枚の絵画があるんですよ。これはもう何度も紹介してきましたが、ここにその男の人っていうのがいるわけですね。空には UFO が飛んでます。で、この顔なんです。ね。今、カラカスで見た頭蓋骨の顔と、まあ、復元図ですよね。比べてみてください。顎、頬骨、もちろん頭が長くて大きい点ですね。似てると思いませんか？似てるんですね。これもし同一人物だとしたら、どうやってか同一種類だとしたら、謎が大きく解けますね。これがキング・ツタンカーメンの妹です。あ、お姉さんですね。そしてこの頭、似てますね。ロングヘッドマンは実在しました。これらの骨がその証拠です。世界中で見つかってるんですね、これが。で、以前は頭に布を巻いてこういう頭を作ったんだというふうに一部の学者とか主張してましたけども、その説はもう崩れましたね。世界中で見つかっている以上、もうそんな説は通りませんね。当然って言いますか、これはロシアで見つかったロングヘッドマンの骨ですけども、大量に見つかってんでね、コーカサスです。もちろん日本にもロングヘッドマンは来ていましたね。福六十です。福六十ですね。私、この福六十というのはロングヘッドマンであったというふうに確信しています。日本へもエイリアンが来てたということですね。まあ、最後に、カラカスがどこにあるか皆さんに お見せした上でですね、以前作りましたビデオを紹介させていただきます。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is a sort of interview program of Hon Paul Paillet, the former Prime Minister of Defense and Force in Canada, of Canada. And he said, alien life forms present among us. This is a story about it with my translation. Thank you very much.It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961,There were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole.
decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs, and of course, there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. So no serious scientist has ever publicly confirmed evidence of an encounter with extraterrestrials. Why would scientists not confirm the facts if they exist? I'm afraid they must go out of their way to not to find, because if they did, you know, even 10% of the amount of research I've done in the last 8 years, they would be as convinced as I am. I mean, they could do it even faster. Might take them a little longer with a military background, but there are so many wonderful books that tell these stories, and they've been authenticated. The sightings have been authenticated by more than one witness, and also by radar, and they have landed in various places around the world, including Russia. There's a famous case there. I can't remember the name of the place, but it was widely reported at the time. A man wrote a book about it, and then the French bought the book rights so that it wouldn't be circulated around. There's just so much evidence. Take the time off to do a little bit of research and study, but people just are, you know, some people are interested and will take the time, and the others just say, oh, you know, it's just fantasy. Mm-hmm. But since I've been public on this subject, I get probably 3 or 4 emails a week from all over the world, from people who have actually witnessed sightings, and some of them who have actually been on the ships, and some of them who have actually been transported to another planet. And so this information is not, you know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. But see, the problem is that some people who report UFO sightings and alien abductions have been shown to make things up and to make things up to be famous, to make money, or just for a prank. How do we tell fiction from a fact? Well, you have to spend a lot of time trying to find, we used to say, separating the wheat from the chaff, and it takes a lot of effort. When I was minister, I got sighting reports, and when we checked them out, about 80%, about 8 out of 10, were not real. There were sights of Venus or plasma or, you know, a dozen other things, but there were 15 or 20% for which there was no explanation, and they were the genuine unidentified flying objects. These things go way back. One of the conferences I went to was in Las Vegas, was promoted by a chap who had written a book about crashes. And there were dozens and dozens and dozens of them, and many of them very, very well authenticated, so that it would be impossible to read all of that evidence and not to come to the conclusion that these vehicles were real. Have you ever had your own encounter? Not an encounter with aliens. No, I have seen a UFO about 120 miles north of Toronto, over Lake Muskoka, where I have a cottage. And 2 years ago, last Canadian Thanksgiving, which is October, my wife decided she wanted to go out and look at the stars. So I'm not much of a night man, but I put on my cap and went out with her. And she looked into the eastern sky and said, "There's a star." And I turned around the other way and I said, "Oh, there's a much brighter one over here." And she looked, and it was. And we
watched it until our necks almost broke for about 20 minutes. And it was definitely a UFO because it could change position in the sky by 3 or 4 degrees in 3 or 4 seconds. And I checked out, there were no satellites that could do that. The space station wasn't going by and it isn't able to move that fast anyway. And there was nothing, no other explanation except that it was the real thing. And 2 days later, I went down on the dock, got a comfortable chair and watched. It came back almost to the same spot and entertained me for as long as I could take it. And then I went back to the cottage. But it was very interesting because it would drop down in the sky and then it would roar back up and then it would shift across a few degrees and do a circle and come back at a speed which, you know, just astronomical speeds. As you know, they travel very, very fast. So does it just look like a falling star that falls really quickly and then rises again? What does it look like? Well, it just looked like a star. It just looks like a star. Right. And I don't know if you're a person who has ever read the Bible or not, but I think the Star of Bethlehem is God's flying saucers. Mm-hmm. But you also tell me that people write you emails, 3 to 5 emails a week, and they've actually been abducted or they have encounters with the aliens. Do they actually tell you what these aliens look like? I mean, you know, everyone's interested. How would I know if I see an alien and if he abducts me? Well, you have first the first question you have to ask is how many species are there, and I used to think there were, you know, between 2 and 12, and Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12, but the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species, and some of them look just like us, and they could walk down the street, and you wouldn't know if you ran, you know, walked past one. And they're what we call the Nordic blondes, and also the tall whites, who are actually working with the United States Air Force in Nevada. They're able to get away with that. They had a couple of their ladies dressed as nuns went into Las Vegas to shop, and they weren't detected. And I have a friend who saw one of the men walking along the street, and somebody who would recognize that they were different, and he did. So they're those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're have very, very slim arms and legs, and they're very short, just you know, a little over 5 feet. And they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes, but they're different species. So you have to know that they're different species, and it's and know that they're all different. Mm-hmm. If you saw the short grays, you'd certainly know that there was something up that you'd never seen before. But if you saw one of the Nordic blondes, well, you'd probably say, "Oh, I wonder if she's from Denmark or somewhere," you know. So this species that you're describing, are they all different in terms of nice and mean? Are some of them nice and benevolent? Are others nasty? Or how are they? Are they good to people on Earth, or are they here to harm them? Well, it's a difficult question to answer because they have different agendas, and maybe all of us on Earth should have the same agenda, but you couldn't say maybe that Russia and China and the United States all had the same agenda at every turn, because they don't. And I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be one or two species which do not. And that's one of the things I'm investigating at the moment, is to see who they are and what they're up to and what their agendas really are. All right, we're talking to Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense, who says extraterrestrial life forms exist and are present on Earth. We'll talk more about what they are and why they're here after a short break. Stay with us.
And we're back with Paul Hallier, former Canadian Minister of Defense, to talk about extraterrestrial life forms. Great to have you back. So, these extraterrestrial creatures, where did they come from and how did they get here to Earth? They come from various places. For a long while, I only knew about ones who came from different star systems. The Pleiades and Rheta Reticula and several other star systems, but in the last few months I have met people who have made me aware of that there are some in our star system, and that there are actually extraterrestrials who live on a planet called Andromeda, which is one of the moons of Saturn, and that there are others on Venus and some on Mars, and that they may be interacting between themselves. I suspect that they are, because there is what of these people, and they have rules. For example, one of the rules is that they don't interfere in our affairs unless they're invited to, and that's one of the reasons probably that we haven't seen more of them until very recently. And so, but what do you mean? There are a lot of people who want to interact with them. There are a lot of people who actually want to see them and know who they are. What, they need a special invitation to interact with us? What does it mean? They don't want to interfere into our affairs. They don't want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet and that we have the right to run it. But they're very, very concerned. They don't think we're good stewards of our planet. We're not. We're cutting, clear-cutting our forests, and we're polluting our rivers and our lakes, and we're dumping sewage in the oceans, and we're doing all sorts of things which are not what good stewards of their homes should be doing. And they don't like that, and they've made it very clear. And as a matter of fact, they have given us a warning. How? And this has come from more than one source. How have they made it clear? What have they done? They have talked to people. One of the chaps I talked to about a month ago was interacting with them in 1974, he and his brother in Peru, and they were taken to Andromeda, teleported, and they were told what the people there think, and that we're really wrecking our planet. And in fact, that something dreadful is going to happen to it if we don't smarten up and change our ways. We spend too much time fighting each other. We spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and the sick. And that we are polluting our waters and our air, and that we're playing around with these exotic weapons, thermonuclear weapons and atomic weapons, which have such a devastating effect both on our Earth and on other areas in the cosmos, and they don't like that. And that's the reason they would like to work with us to teach us better ways, but only, I think, with our consent. And they work through individuals, and they try and pick out individuals who won't be frightened to death of them. Mm-hmm. Because they can give you quite a fright. One of the cases I'm familiar with was the tall whites in Nevada, where the United States Airmen working with them were just frightened to death of them. And one, Charles Hall, rescued the daughter of one of the high-up people in the tall whites, and as a result became very good friends with the mother. And as soon as they could trust each other, they had a wonderful relationship. And he wrote a book about it. It's called Millennial Hospitality. Mm-hmm. Millennial Hospitality. And it tells you how you go through these stages of being scared out of your wits. But then when you establish a trust and a working relationship, why, you can have the same relationship, same kind of relationship that you would have with someone here on Earth. But here's what I'm thinking. If you're outing their presence, which is clearly not what they want since they're hiding, why aren't they so afraid of, why aren't you afraid of repercussions? Because you're obviously stating that they're here among us, and you're telling me all the species that exist.
They are here among us, and I'm not afraid because in most cases, as far as technology is concerned, they're light years ahead of us. And we have learned a lot of things from them. A lot of the things that we use today, we got from them, LED lights and microchips and Kevlar vests and all sorts of things that we got from their technology. And we could get a lot more too, especially in the fields of medicine and agriculture, if we would go about it peacefully. But I think maybe some of our people are more interested in getting their military technology, and I think that's wrong. I think that's wrong-headed, and that's one of the things that that we're going to have to change, because we're going to have to work together. Talking about all of us everywhere on the planet. You've mentioned military technology and swapping technologies and barters between between aliens and people in American government. I want to ask you, as a former Minister of Defense of Canada, is interstellar war a possibility? Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that? Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning we started scrambling planes and trying to shoot them down, but their technology was superior enough that we weren't able to get away with it, certainly not for a long while. And during that period of time they could have taken us over without any trouble if they'd wanted to. So I think we have to, rather than develop our own Star Wars, for Earth Star Wars, to protect ourselves against them, that we should work with the benign species, who are the vast majority, and work together and rely largely on them, of course, and cooperate so that we would be contributing something at the same time. But I don't think there's any point in us developing a galactic force that would tempt us to go out on our own and get into mischief, which is one of the things I think some of them are concerned about. But what do you expect to happen if people start to believe in alien existence? Because things are definitely going to change. Our lives aren't going to be the same anymore. Well, I hope that's the case. I hope that's the case. And I'm all for full disclosure. And I'm going to push very hard for a full disclosure in the book I'm writing, and to give some reasons for it, things that we really have to know and have a right to know, and that our future as a species, and here I mean all of the species in the world, are potentially at risk if we don't figure out what's going on and work together to try and make life more amenable for all of us, but to work with our neighbors from other planets as well. But still, like, I'm thinking to myself, if they've been here for such a long time, as you say, and they're interested in helping humanity, as you say, why is our world such a mess? I mean, if you want to help someone, you just help someone. You don't wait for that someone to invite you to help that someone, no? Well, I don't, it's something that I think parents can sometimes say to their children, this is what you should do. But that doesn't mean the children are going to do it, does it? Because the cosmos is based on free choice. And we're given the option of making mistakes, of making wrong choices. And I guess what bothers some of us is we've made too many wrong choices and not enough right choices. So we're going to have to start switching our priorities and stop spending so much time and effort and weapons to kill each other or to dominate each other, and spending a lot more time on how to help each other to have a better society and a life which is healthier, and where the health care is better, and where the food distribution is better, and where the air is cleaner and the water is cleaner, and all of those things that are waiting to be done
if we just get together and row, as we say, rowboat, row in the right direction, the same direction. And it's possible, but it's a tall order, and so far we haven't done it. My thesis will be that we have to do it, and we have to start doing it right away. Thank you so much for this interesting interview and insight on extraterrestrial life. That was Paul Hallier, former Canadian Minister of Defense. He says aliens exist and live among us on Earth. That's all the time we have for today. I will see you in the next edition of Sofienko. Hello. Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Jean-Paul Hallier, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said, at least two of them are probably working with US government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is a story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the golden rule.